を静かに見つめ、ゆっくり呼吸をして雑念を払います。両手をゆっくり上に上げ、息を吐きながらゆっくり腰を落とし両手を下げます。左手を前に出し、その手を翻しながら右手を左手の内側に添え、左足を半歩前に出し体重を移します。体を右にひねりながら右足に体重を移し、右手を前に押し出します。さらに体を右にひねり、左足に体重を移しながら両手とともに体を左にひねります。再び体を右にひねり正面を向きます。左に大きく体をひねり、右足を外側に移して右手を下に構えて身を縮めます。続いて右足に体重を移し、両手を左右に開きます。右手で左肩を覆い、左足を斜め前に運び、体重を移して両手を左右に開きます。左手で右肩を覆い、右足を斜め前に運び、体重を移して両手を左右に開きます。右足を右斜め前に運び、体重を移しながら手を左右に開きます。両手を十字に組み、体重を左に移しながら左手を伸ばします。さらに体を左にひねり、両手を左右に開いて体重を左足に移して左手を頭上にかざします。両手を十字に組みながら体を右にひねった後、もう一度両手を左から右へ回し、左足に体重を移します。両手を左右に開き、体重を右足に移して右手を頭上にかざします。身を縮めてから右足を外側に移し、体重をかけながら両手を左右に開きます。左足を一歩踏み出して両手を体のひねりに合わせて左に回します。両手を左右に開いて左手を頭上にかざします。体を右にひねり、両手を十字に組んで右足を半歩右に移し、左手を伸ばします。さらに体を右にひねり、両手を左右に開いて右手を頭上にかざします。両手を左側に伸ばして右後ろに下ろしながら両手を左に回します。右足に体重を移し、両手を右に回し、右肩を頭上にかざし、左肩を右肘に添えます。左足を左後ろに移して、左肩を頭上にかざし、右肩を左肘に添えます。右足を右に下ろし、左右の拳を腰の後ろから大きく前に回します。前足の膝を払い、反対の手を押し出す技で左右交互に3回行います。今度は足を下げながらその膝を払い、反対の手を押し出す技で
やはり左右交互に3回から5回行います。身を縮めた後、左足に体重を移しながら左手を前に跳ね上げます。正面に向きを変え、右手を下から回して左手を右手に軽く添えます。右足を前に移し、左足を寄せ、身を起こして両手を上下に開きます。体を沈めて右手を正面に出し、体を左にひねりながら右手を頭上にかざし、左手を下げます。ひねりとともに両手を頭上に回した後、両手を翻して体を沈めます。両手を内側から外側へ大きく回す動作です。左足を横に移動させながら左手を顔の前に回し、続いて右足を左足のそばに寄せながら右手を回します。この動作を左右で2回繰り返します。右手は指先を揃えて鍵手にして、左手を顔の前を通して左前方へ押し出します。両手を縦に回しながら左足を下げて、体を左にひねり、両肩を右に回し、振りかぶるように両肩を前に突き出します。左足を前に移して両肩を大きく回して前に突き出します。左右と足を下げながら左手を前に差し出し、右縦肩を前に突き出します。左手を右脇の外側に差し出し、顔の前で両手を左右に開いてから両手を前に押し出します。両を下に下げ、右足に体重を移しながら右手で腰のあたりを払います。続いて左足を右足に寄せて身を起こしながら両手を上に大きく回して頭上にかざします。続いて両手を十字に組みながら静かに腰を落とします。一旦両肘を左右に張った後、再び身を起こしながら両手を下に下げて五式太極拳16式を終了します。